皆様こんにちは。今回は月1恒例になりつつあるんですけれども、使い切りアイテムを紹介していきたいと思います。で、今日つけてるカラコンはポップレンズっていう韓国のカラコンのサイトがあるんですけれども、そこで買ったゼニスブラウンっていうカラコンです。最近カラコンは着色直径がちっちゃいものを選ぶようにしてて、これも着色直径多分13とか、すごいポップレンズのものは安いし、つけてても全然痛くないので、最近はポップレンズのものも使うようにしてます。で、リップは K パレットのラスティングリップティントの04番のレッドをつけております。はい、では紹介していきたいと思います。毎月使い切ってるものっていうか、はい、私のヘアケア系の紹介は結構何回か動画ではしてるんですけど、このアルバボタニカのシャンプーとコンディショナーと、あとトリートメントを使ってて、で、これをまずこの2つ、本当は何個も使い切ってるんですけど、これはもう毎日使ってるものなので消費がすごく早いです。で、このタイプがすごく、シャンプーはいいんですけど、このコンディショナーが全然出てこなくて嫌なので、ダイソーのポンプに詰め替えて使ってます。で、このシャンプー、私はプルメリアの香りを使ってるんですけど、香りが大好きで、で、シャンプーを使ってからこのミニッツマスクで髪の毛にたっぷりつけて、で、3分から5分待つといいっていうことなので、私はその間に顔を洗ったり体を洗ったりして、出してからコンディショナーをつけるって感じです。で、なんかコメントでこれ使いたいんですけど、口コミですごいきしむとかパサつくっていうコメントを見るんですけど、どうですかっていうコメントいただくんですけど、これを使った後は確かにきしむこともあります。オーガニックのシャンプーとかノンシリコンシャンプー使ったことある方はわかると思うんですけど、そういう感じできしみます。でも、これを使って、で、最後のこのコンディショナーを使うときにはもうが滑らかすぎて自分の髪なのにずっと触れるぐらいツルツルの滑らかになります。で、それが病みつきになって、私シャンプー、コンディショナー、トリートメントはもうずっとここ何ヶ月かこれを使ってます。で、このココアバターっていう香りも1個試したんですよ。普段はこのガーデニアっていう爽やかな、割と爽やかめな香りのものを使ってたんですけど、1個これも口コミ良かったんでココアバターを使ったんですけど、私は髪にココアの香りはいらないなと思って、これ1つ使い切ったんですけど、もうこっちは買わないです。このガーデニアの方だけ使っていこうかなって思います。で、これも本当にもう容器だけでもすっごいココアの香りがします。で、妹にもおすすめして、妹もこれ使ってるので消費はもうすごい早いんですけど、これはずっと使っていくアイテムです。で、次はアキュアのドライオイルスプレー、ボディスプレーですね、のシトラスジンジャーの香りを使い切りました。これお風呂で出る前にシュシュシュってやって出るって前回の使い切りの時も話したんですけど、そのシトラスジンジャーっていう香りの方も使い切りました。割と体中に塗るので1ヶ月持たないぐらいでなくなっちゃうので、これはリピはないです。ちょっとコスパが悪いなと思って、なのでリピはなくて、今は大きいホホバオイルを体に塗ってます。はい、で、ここまでが割とボディケア、ヘアケア用品なんですけども、あとはコスメになります。はい、次はロレアルのリップ紹介でも話したこのカラーリッシュエクストラルージュの101番、はい、つかなくなってきたのと、あと新しいものを買うと全然重さが違って、もうこれは使い切りかなって思ったので、新しいものとチェンジします。で、あとはレブロンのカラーステイコンシーラーの40番、私がたくさん使ってるのでコメントでいいですかっていうコメントいただいたんですけど、ほんと可もなく不可もなくですごい使いやすかったです。で、カラーステイってことでよれるっていうこともあんまりなかったのでいいんですけど、まあ他にもいいコンシーラーたくさんあるので、これのリピは今のところないです。で、これもさよならします。あと、私がもう大絶賛してるメディアのクリームファンデーションの OCD1 番
使い切りました。こんな感じでもないです。で、新しいもので、あの夏用に1個暗い色を買ってます。で、これの胎盤っていうことを耳にして、またかと思ったんですけど、あの動画見てくださってる方が、そのカネボン人にこれが胎盤なのか問い合わせてくれたみたいで、で、その方によると、あの胎盤じゃないみたいですよかったです。聞いてくださった方ありがとうございます。はい、なのでこれは胎盤じゃなくて、今のところ販売してくれるそうなので、私もこれをたっぷり使っていきたいと思います。で、今ストックがあるので、そっちをまた使いたいと思います。こんな感じです。珍しくあのコスメの使い切りもあるので、ちょっと私も今月はテンション上がった好きです。まあベース系はね、あのどうしても減りが早いのであれなんですけど、アイシャドウとかチークとかそういうのも使い切れるようにたくさん使っていきたいと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。